何してんの。ちょっとお腹すいたな。チュン君、チュン君見て。何が起きてる。お腹すいたから、肩動いてんねん。怒らました。お腹すぎすぎてやばいから肩止まらん。あと指、あーおーおい、ご飯アドベンチャー。おい、バカなの言うと思うか。おい、ご飯、お前のことを鍛えてやろうか。ピコロはこんな感じなのか。アラゴサッパー。ピコロさん、ご飯の方が似てるやん。ピコロさん、こんな感じじゃん。似てる。おい、ご飯。おい、パパロコス。あ、バブル来るって言われた。バブルスくん、お前やってる前か、お前肩どんどん動いてきてんの。肩がお前18ビートみたいになってますね。いや、ご飯買ってきて言うてん。ただし、ご飯です。メッシー、昼メッシー、昼ご飯。あ、昼ご飯って言った。お昼のご飯ですよ。おい、ご飯。トーナー、おい、ご飯。おい、カブロくん。ヘルメットかぶってても脳震盪起きたよ。どんどん力加減強くなってくる。こんないらんことばっかりしよったら、こっちはお腹空いてるから、お前18ビート買ったなってちゃんと買ってこい。お前ご飯持ってきてる場合ちゃうぞ。昼飯や、昼飯や。お前それしかもどこで買ってきてんな。セカンドストリートやろ、どうせ。僕ベッキー、セカンドストリートにようこそ。中古の家具家電、セカンドストリートには山ほどほかに食べた家具家電が販売しております。もしよかったらこれ、そのファンは98,000円。どうでしょうか。ジャパネット高田みたいになってない。ビッキーからジャパネットされ方になったよな。あ、どうも。かぶったは言うたんか。